イベント情報をお伝えしていきます、はい、改めてイベント MC 小夏と、はい、MC 研修生のゆきです。よろしくお願いします。ちょっと皆さんに聞いてもいいですか。今日からゴールデンウィークで最長だと9連休になるのかな。9連休の人っています？あ、なんと羨ましい方々が。あら、じゃあそんなねゴールデンウィークの初日に ZOZO マリンに来ていただきましてありがとうございます。ちなみにゆきは何かあのゴールデンウィークの思い出とかってありますか？思い出、うん、そうですね、私は実家がお店をやっていたので。実家がお店屋さん、はい、ちなみに何のお店ですか？実家はお魚屋さんでした。なんとお魚屋さんなんですって、はい、このファイルにも、うん、あの魚のシールを、ね、はい、貼らせていただいております。そっか、じゃあなかなか家族でお出かけっていうのはあんまりなかった？そうですね。あ、実はうちもね、あのお姉さんのうちも実家が喫茶店と洋服屋でございまして、あのお休みがなかったんですよね。でも高校野球とかはあったかな、はい、そうですね、今ちょうど春の大会が行われる時期なので、こう野球に行ってました。思い出ですね、はい、私もあの千葉県の、ね、高校はゴールデンウィークにマネージャー講習会っていうのがあって、はい、マネージャーみんなで集まってスコアの書き方とか、はい、アナウンスの仕方とかの勉強会があるんですけど、はい、それがゴールデンウィークだったなって今思い出しました、はい、皆さんはぜひね、ゾゾマリでゴールデンウィークをたっぷり楽しんでいってください、はい、では今日もエグスプラッシュ1名このステージに呼んじゃいましょう、はい、今日はエグスプラッシュからモモどうぞ。拍手でお迎えください。はい、じゃあ真ん中に行きましょう。では改めて自己紹介お願いします。皆さんこんにちは、エグスプラッシュ1年目のモモです。よろしくお願いします。お願いします。さあ前回4月の19日に登場した水木からの紹介なんですが、あの見ていてとっても癒されるリスとかハムスターとかこう小動物みたいで可愛いっていう紹介があったんだけど、それを聞いてどうですか？先輩方からどんな風に思われているのかなってすごい気になってたそうなのね、可愛いとか言ってもらってすごい嬉しかったです。本当にちょっと小動物っぽい感じがねあるよね。どうですか、ももはファンの皆さんにどんなとこ見てもらいたいって思いますか？やっぱりダンスでのパフォーマンスの時の表情にすごい注目してもらいたいな。いいですね。Mスプラッシュになってシーズン始まって1ヶ月ぐらい経ちましたけども、どう慣れました？少しずつ、はい、慣れましたちなみに喋るのとかは得意ですか？いや、もう緊張緊張してじゃあ改めてちょっとファンの皆さんの前で今年1年の目標なんかを聞いてもいいですか？はい、私は曲に合った表情を作るのがすごく好きで、曲に合った表情を作ったり、見ている人が笑顔になったり元気になってくれるようにパフォーマンスができるようにしていきたいです。あと先輩方に負けないパフォーマンスができるように日々努力していきたいと思います。はい、皆さんぜひ今年のねももの成長を期待していてください。では今日はももと一緒にこのオールバックステージオープニングお送りしていきましょう。ではここからは今日のイベント情報です。まずは今日